こんにちは、S&D です。今日は3人で効率よくできる練習です。少ない人数でも内容の濃い練習ができるので、ぜひ参考にしてみてください。端の2人の距離は6メーターぐらいで、その真ん中に1人立ちます。右の人は3メートルパス、真ん中の人はバックパス、左の人はロングパスをする形になります。この練習を場所を変えて3回行うことで、違う種類のパスを効率よく練習することができます。この練習に慣れてきたら、端の2人の距離を9メートルに伸ばして行いましょう。逆にこの練習が難しいときは、一度直上パスを入れてからパスを行っていきましょう。先ほどの練習と同じようにアンダーパスも行います。アンダーの方が距離が出やすいので9メートルから始めてもいいと思います。パスの基本姿勢を意識することも大切ですが、距離を覚える練習も大切なので、この練習の時は距離の感覚を覚えることを重視しながら行っていきましょう。この練習を場所を変えて3回行うことで、違う種類のパスを効率よく練習することができます。3人全員がどういうパスをすれば相手が取りやすいかを考えながら行っていきましょう。打つ人が両サイドに立って、レシーブをする人が真ん中に立ちます。打つ人の距離は9メートルぐらいで交互に打ちます。レシーブを上げたらすぐに振り向いて次のボールを上げます。すぐにボールが来ますが、スプリットステップを入れてレシーブを上げる準備をしていきましょう。慣れるまでは打つタイミングはゆっくりで大丈夫ですが、慣れてきたら打つタイミングを早くしていきましょう。次は今の練習を少しアレンジして、片方が強打、片方がフェイントを交互に出します。強打と強打の時より動く範囲が広くなりますが、焦らず1本ずつ丁寧にレシーブをしていきましょう。慣れてきたら今のようにフェイントの出す場所を難しくしたり、強打を少しずらして難易度を上げていきましょう。次は打ち手がレフト側とライト側に立って、レシーブする人はコート中央よりやや後ろに構えます。本来はセッター位置にレシーブを上げますが、3人しかいないので打ち手にレシーブを返します。レシーブを上げたらすぐに次の打ち手の方に体を向けて、スプリットステップも入れながらレシーブを行いましょう。打ち手のフォームをよく見る、ボールの下を見ることを意識しながらレシーブをしましょう。今の練習をアレンジして、打ち手が自由に強打またはフェイントを出します。より実践に近い練習になります。レシーブをする人はどのボールが来るのかを打ち手のフォームを見て予測をしていきましょう。どのボールも上げることができるように、深く構えすぎず動きやすい姿勢で構えていきましょう。
おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから、インスタ、TikTok、Twitter もやってますので、ぜひ概要欄から見てください。また次回の動画でお会いしましょう。